日本人的な子供が可愛いのは当たり前などということをですね知識として覚えた仏教に対して拒否した考え方なんですね<ー>そういう意味ではですね日本人の自分の文化伝統に対する自信の表れでもあるかと思うんですよね名家で感じる国師国柄のコーナーです 先生、どのような歌でしょうか？子供にまつわるですね。メーカーを取り上げたいと思います。はい、山の上のオクラの歌であります。はい、じゃあ読んでいただきましょうか。はい、白金も黄金も玉も何せむに勝される宝子にしかめやも銀も金もですね。玉もどんなもんだろうかと。勝たれる。宝として子供にはしかないという意味なんですけどね。この歌がですね。どういう背景から出てきたのかということを少しお話ししたいと思います。 でまず、山の上のオクラズのはどんな人なのか、ということなんですね。はい、この人は、奈良時代初期の貴族で、家人であります。六百六十年頃から七百三十三年まで生きたと推定ですけどね。はい、でそうすると、七十三歳ということですね。すね非常に長寿の方ですね。 遣唐使の一員としてですね。702年党にわたり、儒教や仏教を学んだと、当時としたら相当なインテリですよね。それで仏教を学んだっていうところはですね。後で少し関係してきます。この学問を非常に深めたということで、721年にはですね。聖、うん、武天皇が皇太子時代に自公。これはあの家庭教師ですね。うん、をされています。それから726年とて言いますから、これはもう66歳の頃ですか？筑前の神として太宰府に赴任しているということなんで、非常に長命で年取っても元気な方だった。 みたいですね、奈良時代を代表する歌人の一人でして、はい、万葉集に78種も選ばれています、うん、それから特にですね家族への愛情とか農民の貧しさとかを読んでまして当時としては異色の社会派歌人というふうに言われてます、うん、先ほど冒頭で読んでいただいた歌はですねある長歌長い歌のですね半歌に付けられた短歌なんですけども初めの長い歌の方をですねまず読んでいただきましょうか。はい、売りははめめばば子供思うゆ繰りはめば さぬ。ちょっと難しい言葉がありますんで先に言葉の解釈だけしておきますと「まなかい」っていうのは目が交わるって書きましてね目の前ということなんですね。はい、それから「もとな」つないうのは「しきにかかる」あ「目は心に留まる」ということです、ね「しき、はい、に目の前に」ですねです、えー、そういうことですね役としてはですね。 こういうふうになっていますウリを食べると子供が思われるとで栗を食べるとそれにも増して忍ばれると、うん、こんなに可愛い子供というものは一体どういう宿縁でどこから我が子として生まれてきたものであろうかと <laughs> すご極高愛情があります、ね、<laughs> なかなかこういう発想今の日本人はしないですよねあっても言わないかもしれない <laughs> こういうね可愛い子が生まれてきたら、うん、あ可愛いというのが普通の感情でしてねうん、うん こんな子がどうしてうちの子に生まれてきたのかなというそういう考えがですね日本人からしてみても異質なんですよねそのそいつがやたらに眼前にちらついて安眠をさせてくれないということがこの長家の意味でしてねでそれに対する繁華として歌われたのがこれですね<ー>白金も金も玉もどうして何よりも優れた宝である子に及ぼうか及、うん、びはしないのだと、うん、非常に屈折したこう文節になってるんですけども、うんうんはい これをです、ね、万葉学者がこういうふうに解説されてましたねまず「声の画集を煩悩と知る心が深いだけにこの辺がですね自分の子供に対する思いが画集である」と。 でそれれは煩悩ななんんだとそそそを知ってるからこそなんです、ね、でそういう仏教の言葉を知ってるんで目の前にちらついて安眠できないというのはそれは煩悩なんだという心が一つにあるわけですねそういうことに対して僕らは逆にこの何者よりも尊いことを絶叫して全体を結んだなだと思うと「<laughs> 白金も黒金も玉も何せむに」ということでそんなものよりもこのものがはるかに大事なんだぞと,と言ってますよね。 これがだから絶叫だという,ふうに読んでるわけですねここには大声を張り上げることで心に潜む罪意識を払おうとするような姿勢があると。ですから仏教の教えから言うと子供を思う気持ちっつうのは合衆であって煩悩であると。はい、それを去らないといけないと。 そういういい教えににが頭の中にちらついてるんですけどもなかなかそんなことはできないとそれを大声を上げて張り上げるということでですねそういう心に潜む罪意識を追い払おうと,うとしそしてそれだけに子供に対する奥ラの深い愛情が伝わってくると、うん、というふうになるんですけどもですからここでですね自分の子供がどういう因縁で自分のところに生まれてきたのかとかね子供に対する愛情をね合衆であると、うん、煩悩だという見方がですねこれは仏教のね非常に大陸的な 仏教ももともとはインドのある地方で生まれたもんでインドっいうのはインド・ユーロピアンと言いましてね昔はインド人も今の白人も同じなんですよ。考え方がですね非常にこう抽象的なんですよね。 紙面的と言いますかねそこから考えると子供に対する愛情が合衆であると現実をある思考で裁断してですねそれで変えていこうという抽象的思考を最優先する考え方ですねこれが一つ大陸側としてあるわけですよね、うん、そういうことを拒否してきたのが日本人なんですよねそんなことを言ったって子供が可愛いのはね自然な感情じゃないかとですからこれはね僕らが日本人的な子供が可愛いのは当たり前なんだということをですね知識として覚えて 超えた仏教に対して拒否した考え方なんですねそういう意味ではですね日本人の自分の文化伝統に対する自信の現れでもあるかと思うんですよねそういう意味でですねやはり家族を破壊しようというような考え方に対してね女のおかしいじゃないかと家族が大事なのはね自然な人情なんだとそういうふうに自分たちの自然な心持ちをよく観察してその価値観からいたずらに抽象的な思考を排除してきたのが日本人なんですよねそういうような国のですね 歩みの一つをですね、子供への愛情ということで表現したのがこの歌じゃないかなというふうに思うわけですね。そういう気持ちでですね、この山の上の奥歴のね、この絶叫を読んでいただきました。<laughs> なるほど。はい、白金も、金も、玉も何せむに勝される宝、子にしかめやも。 そういうこととでです、ね、子供といいうううのは大見宝なんですね、はい、そういう意味で大見宝を産み育っててる人たちに対してです、ね、非常に感謝の気持ちを持つということとやっぱり自分が子どもを愛する気持ちこれが人間として当たり前の心情なんだということに自信を持ってですね暮らしていただければというふうに思いますね。はいと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価ぜひともお願いいたします。